ティトゥス・ヘルミニウス・アクイリヌスは、共和制ローマ初期の政治家、軍人。紀元前506年に、執政官を務めた。しかし、彼が有名なのは、クルシウム・オーラルス・スポルセンナの攻撃からソブリキウス、橋を守り切ったためである。ヘルミニウス氏族は、共和制ローマ初期に活躍したパトリキ系氏族である。ローマ人は、ヘルミニウス氏族を、エトルリア系とみなしており、 紀元前448年の失政官、ラルス・ヘルミニウス・コリティネサヌスのように、エトルリア系のプラエノーメンを用いた数少ない、ローマ氏族の一つである。しかしながら、スブリキウス橋の戦いでは、サビニュ家を代表する人物とされている。オクタウィウス・マミリウスを横に従え、スブリキウス橋の戦いに先立ち、ローマを偵察するラルス・ポルセンナ。この戦いで、ヘルミウスは、 永遠に語り継がれる栄養へ、また後のレギルス湖畔の戦いでマミリウスを倒すことになる。トーマス・マコーリーの古代ローマ史歌集の差し絵現元前509年、第7代ローマをタルクイニウス・スペルブスが追放されると、クルシウム・オーラルス・スポルセンナはタルクイニウスを福位させるか、あるいは自身が大いにつくことでローマを支配しようと考えた。よく紀元前508年、 ポルセンナは、ローマに向けて、兵を進めた。ポルセンナは、ヤニクルムの丘を含むテブル川西岸を占領した。続いて、クルシウム軍は、ローマ市内につながる木製のスブリキウス橋へと向かった。これを認めたローマ軍は、川の東岸へ撤退し、後兵が橋を落とす作業を開始した。しかし、プブリウス・ホラテウス・コクレス、スプリウス・ラルキウス・ルフスとヘルミニウの3人は西岸に、 踏みとどまりクルシウム軍と戦った。19世紀初頭の歴史家バルトホールとゲオルクニーブールは、この3人の象徴的な重要性を指摘している。3人は古代ローマを構成する3つのトリブスの代表者であった。すなわち、ホラテウスはラテン人を代表し、ヘルミニウスはサビニ人を、ラルキウスはエトルリア人を代表した。橋は非常に狭かったため、 守備する三人と一度に戦えるのは、せいぜい数人であった。伝説によると、三人は、橋が破壊される寸前まで戦い、ホラテウスが最後まで残って、他の二人を安全に撤退させた。橋が破壊されるのを見届けると、ホラテウスは川に飛び込んだ。その結末は、諸説あり、多くの資料では、ティブル川を泳ぎ渡ったとするが、ポリビオスは、川の中で死んだとする。 この後クルシウム軍はローマを包囲するが、ヘルミニウスとラルキウスは再び戦いの場に登場する。失勢官、プブリウス・はレリウス・プブリコラが仕掛けた、エトルリアの襲撃部隊を捕虜とするための一連の欺瞞起動に、両者とも参加している。紀元前506年、ヘルミニウスは共に橋を守ったスプリウス・ラルキウス・ルフスと共に失勢官に就任した。執政官就任中に、 特に重要な事態は起こっていない。ニーブールは、カピトリヌスのファスティに一年の空白を埋めるために、後から挿入されたのではないかと考えている。彼らの公認失政官は、ポルセンナに死者を送り、タルクイニウスの福井を認めないという条件で講和を実現している。レギルス湖紀元前498年、ローマとラテン人の間に戦争が発生する。王政ローマ末期、 多くのラテン都市は、ローマと同盟を結んでおり、共和制になっても同盟を維持する都市もあったが、福井を狙うタルクイニウスを支援する都市もあった。ラテン同盟側は、トゥスクルムの王子で、タルクイニウスの義理の息子であるオクタウィウス・マニリウスが、軍の司令官となった。これに対処するため、ローマは、アウルス・ポストミウス・アルブス・レギ・レンシスを、独裁官に任じ、ティトス・ア・エブティウス・ヘルーアが、 騎兵長官となった。ヘルミウスもローマ軍の将軍として出征し、両軍はレギルスコ近くで激突した。戦いの中でアエブティウスは馬上からマミリウスを認めた。両者は怒りを持って戦い、両者とも重傷を負った。アエブティウスは戦場から離脱して後方から騎兵を指揮せざるを得なくなった。多方マニリウスも一旦は交代したが、 亡命ローマ人で編成された部隊がポストミウスに突破されようとするのを見て、これを救うために戦場に戻った。これをヘルミニウスが見つけた。ヘルミニウスは突進したが、ティトス・リウィウスによればその怒りは、アエブティウスのそれよりも、はるかに激しいものであった。ヘルミニウスはマニリウスを腹部への一撃で打ち取った。続いて、マニリウスの甲冑を剥ぎ取ろうとしたが、 その時投げ槍を受け瀕死の重傷を負った。ヘルミニウスは後方に運ばれて治療を受けたものの傷が元で死亡した。紀元前508年のスブリキウス橋でのポルセンナに対するヘルミニウスとその仲間の活躍はトーマス・マコーリーの古代ローマシカ州でも称えられている。ありがとうございます。